布マスク全国で配布開始政府が全ての住所に配布する布マスクについて本日全国で配布が開始されましたこの布マスクについては私の自宅にはまだ届いておりませんが外出しておりますと郵便配達員の方々がマスクを配っている姿は見かけますこの布マスクについては マスクを調達した企業に悪質なデマが垂れ流され、法的措置が検討されておりますけども、こういった政府が1億3000万枚ものマスクを調達し、全国に配布することを決定した結果、高額で販売されていたマスクが根崩れを起こし、 マスクの購入がしやすくなったという効果があったり、また今もマスクが購入できていない方々に対し、飛沫感染などを防止する効果がある布マスクを配布することによって、少しでも COVID-19 を感染させる、感染させられるリスクを減らすという効果もございます。この 布マスクについて、受け取っても使わないという方はですね、こちら、寄付を受け付けている団体や自治体がございますので、そういった自治体や団体などに提供していただき、マスクを必要としている方々に届けられるように、ご協力をお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。